やらといわ合同結婚式やらといわとっとと出て行け旧統一教会やらといわ。いきます。皆さんこんにちは。今日も始まりました黒川敦彦のチャンネル翼からのユダヤマネーをぶっ壊す。はい、本日は三浦春馬不審死問題でございます。はいはい、まあ私もこの問題、関係している人と交流が、多くなってまいりまして、改めていろいろ教えていただいたんですけれども、三浦春馬氏の死亡に関して、不審な点はあるというふうにこれは思います。特に、芸能事務所所属していたアミューズの不審な対応、まあ自殺とされているわけですけれども、自殺であったとしても、周りからの攻撃によって、追い詰められての自殺という可能性も、ありそうですし、また不審死で暗殺された可能性ということも、まあ問題視されております。ちょっと最近ですね、このキーワードがちょっと本当に良くなくてですね、私のチャンネルもどうしても狙われておりますので、ちょっとこの丸の中につきましては皆さんご想像いただきたいのですけれども、まあなんか最近規制が厳しいなと、動画版まではされないんですけれども、ちょっとあまりよろしくない挙動をしております。はいはい、アミューズから、ガスライティングを仕掛けられていたのではという、説がございます。このガスライティングというのは、すいません、私も今回、勉強させていただいたんですが、心理的虐待の一種であり、加害者に些細な嫌がらせ行為をしたり、すいません、被害者に些細な嫌がらせ行為をしたり、故意に誤った情報を提示し、被害者が、自身の記憶、知覚、正気、もしくは自身の認知を疑うように仕向ける方法と、これある種、DV の一種だというふうに言われることもあると、理解しておりますけれども、まあ何らか、まあちょっといじめを超えた、プレッシャーをかけるような行為があったのではないかと、このように言われています。芸能人だと仕事が、芸能人だと仕事が有利になるある宗教団体の入信の誘いを断ったことから嫌がらせが始まったという説もありますが、まあ、ちょっとこの辺に関しては、私も十分は検証できておりませんので、ちょっと特定の宗教団体の名前を言うことは本日は避けさせていただきます。この写真、私にとっては、まあ、印象的でございました。永遠のゼロ、まあ、百田さんの、作品ですね。の、まあ、俳優として出演したということと、靖国参拝を、まあ、毎年、されていたというふうに、私聞いておりますが、これを、この姿勢を、まあ、ネトウヨだというふうに、かなりバッシングを受けたり、そんなこともございました。またオフィシャルサイトが閉鎖されたと、これも、まあ、ちょっとすいません、私もそこまで芸能関係詳しくないのでわからないんですが、まあ、これも問題視されていますけれども、まあ、普通に考えると問題だと思いますね。もうオフィシャルサイトぐらい別にもう一回作ったら大したコストじゃないので普通は置いておくかと思うんですけど、なぜかオフィシャルサイトが閉鎖されたり、カレンダーの販売が、終了されたり、まあ彼の演技に対して必要な酷評記事が出るみたいなですね、ちょっと普通ではない攻撃が、あったように思うよと、そういう指摘がございます。他のタレントとの扱いに、不公平感もあったと、まあ、こういうことが先ほどのガスライティングという話とつながっているんですけれども、こういう指摘があるわけです。にもかかわらず、アミューズは、三浦氏を擁護することもなく放置し続けたことで、三浦氏本人が疲弊し、自身が悪いのではないかと精神的に参ってしまったと、これをきっかけに、まあ、自殺であるという場合であったとしても通常の環境ではない、かなり、
意図的に周りから、攻撃、追い込まれていたと。まあ、こういうような、まあ、問題点の指摘がございます。まあ、これらのこともありですね、死後2年も経つのに、毎週土曜日21時から22時に、ツイッターでずっと毎週ツイッターでも、いわゆるツイデモが行われている。また、全国40カ所とかでデモ行進や凱旋が行われていると。私、これを聞いて、結構びっくりしております。私もまあ、いろんな、デモとか、まあ、いわゆるそういう社会運動とか活動をやってきた身として見るとですね、まあ、これは普通のことではありませんと。芸能ファンの方がデモ行進とかを企画運営実行する、私が知る限りあんまないですね。やっぱこれは普通のことではないので、私は考えすぎや陰謀論ではなく、やはり相当不審な点があることにより、こういう社会現象が起こっているんだと、そのように理解しております。こちらは、三浦氏が、亡くなられた時の、まあ、状況においてでございますが、2020年の、TBS 火曜ドラマ、お金の切れ目はが、恋の始まりの撮影中のこと、7月18日の、14時10分に、永眠されたというふうに、なっています。その後、本当に極めてすぐ、15時から、15時10分に一斉にマスコミが自殺を報道すると。で、当初、三浦氏が日頃書いていた、役者ノートの中に自殺をほのめかす記述があったということで、それを遺書だというふうに報道がされたことも多数あったんですが、それは、後々は役作りのために書き込んだものだというふうな指摘もあり、まあ、事実確認があまりされないのになんでこんなに早く自殺みたいな報道がされるんだというまた不審の原因にもなったわけです。警視庁の関係者の証言では7月18日午後港区のマンションの一室でクローゼットの取っ手に紐のようなものを結びそこに首を引っ掛けた状態で亡くなっていたというふうに言われています。しかしこれ当初は紐でなく、リーシュコードと、発表がなされたんですが、リーシュコードというのは、サーフィンやスノーボなどで、ボードと足が離れない体が離れないように、する、まあ、紐であり、伸縮性を持っている、ものでございます。確かに私も使ったことありますが、まあ、多少の伸縮性はあります。いや、伸縮するから自殺できないのではという指摘があると、紐のようなものというのに、訂正され、それについていろんな声が上がりましたが説明はなかったと。この辺も本当に、警察は確認したことを言ったんですかと、こういう点も、不審だと言われるわけですね。また、身長180センチの三浦氏が160センチのクローゼットの中で、首が吊れるんですかと、いう指摘に対して、後に、所属事務所のアミューズは、ドアノブの間違いであるという回答がなされ、なんでそんなにコロコロ変わるのみたいな指摘も、なされました。まあ、そもそもドアノブで自殺できないんじゃないかみたいな話もあるようですが、私もちょっとこれ専門ではないのでわかりませんが、ドアノブを使って自殺できる方法は、まあ、あるようには思います。はい。しかし、まあ、特に陰謀論業界においてはですね、自殺と見せかけて、こう、首を絞めるみたいな、やり方みたいな、自造背負いっていう話がね、ここに書かれていたりするんですけれども、まあ、そういうやり方もあるよね、ということも踏まえてですね、まあ、首を吊ったというケースが本当に全部自殺なんですかと世の中で言われると、まあ、そうじゃないケースもあるんではないかなと。これは私、まあ、陰謀論を研究した立場としては思います。まあ、これらに対しても所属タレントへの、尊厳軽視ではないかと、他殺の可能性もあるんじゃないのと、アミューズは亡くなった方が都合が良かったのですかと、様々なファンからの指摘があり、またアミューズ困ると。
三浦春馬氏と関係がある芸能人の人たちがなぜか、立て続けにクローゼットで自殺しましたと。まあ本当にこう立て続いているわけですね。特にまあ報道大きかった、まあ竹内優子氏、なんかについても、まあお子さんが生まれたところであって、そんな自殺しますかねみたいなことを、まあこちらも、ファンの方々、関係者の方々の中で、そういう声がたくさん上がっておられました。ちょっと他の方々の件、個別にはそこまで、私も調査できておりませんけれども、なんだか三浦春馬氏と、共演をした人たちがなぜかいくらなんでもクローゼットで自殺しすぎじゃないですかと、そんなにクローゼットで死にますかと、まあこういう声が上がってるわけですね。まあこれももしかしたらまあ本当に、偶然にそういうことがあったのかもしれませんが、まあ連続不審死というふうにも見えるのに、もう簡単に自殺と公表して、終了でいいんですかと、言われては困ることがあったから、自殺みたいな話になってるんですかと、まあ、いうことで、この点も問題になっているわけです。時系列がおかしいと、これも、ツイッター上で、つい最近も、まあ、死に関係した時の、とにかく、いろんな不審な報告がなされたり、時系列がおかしいんだと。これは私も、説明聞きましたけど、おかしいですね。7月18日の時系列がおかしい事件というのがあります。12時36分に、マネージャーが通報、消防、隊が出動し、これは消防記録、出動記録があると。12時46分に、救急車が到着し、14時10分に永眠ということに、報告されていますが、15時10分、もう非常にすぐに、マスコミが一斉に自殺と報道を始めますと。たった1時間後に、現場検証及び検視も、されていないのに、自殺と、断定報道がなされたわけでございますが、まあ、これも、ちょっと私もそこまで専門ではないので、もしかしたら、まあ、そういうケースもあるのかもしれませんが、普通は、もう少し、調査をして、まあ、死因の報道がなされるのではないかなと思いますね。さらに、これはですね、まあ、非常に謎。まあ、百田尚樹氏のツイートなんですけれども、また NHK の報道でもあるんですけど、三浦氏が亡くなられたのは18日の、まあ、午後なわけですけれども、17日にですね、三浦春馬さんの訃報に驚いているって、百田氏がツイートしたという、まあ、スクショがですね、ものすごいたくさんルフしてるんですね。これ最終的に18日に、なってるんですけれども、まあ、もしかしたらこれ自体がフェイクということもあるのかもしれませんが、しかし、それとは別にですね、NHK 徳島が、死亡の速報報道をしているんですが、18日早朝の5時55分と6時55分に、速報報道をしているようなんですね。まあ、私たちはそう教えていただいているんですが、これに関して NHK に対して関係者が、質問したところ、お答えできませんと回答拒否と。これ、なんか誰かの勘違い、誰かの勘違いによりこういうことがネット上にルフされている、まあ、可能性もゼロではありませんが、18日に亡くなられた人、18日の午後に亡くなられた人の、死亡の報道をそれより前にしている人がいる。これ他にもどうも、いくつもあるということで、本当にいつ死んだんですかと、これはもう最大の、謎の一つでございます。ちょっとこれね、すいません、私も直接百田さんに面識はないんですけれども、まあ、百田さんご本人とかがね、知ってたら、コメントね、していただいたら、まあ、この点についてははっきりわかるんじゃないかと思いますけれども。また、
約束の時間という話がございます。7月17日夕方にドラマ撮影後、複数人に抱きかかえられた状態で自宅に運ばれたという証言があります。管理会社は監視カメラの映像開示を拒否しています。これも普通の状況じゃないですね。複数人に抱きかかえられて自宅に運ばれたと、三浦氏本人が。そして7月18日、アミューズのマネージャーは三浦氏との約束の時間にインターホンを押しても反応がないため管理会社へ連絡、合鍵で部屋に入り第一発見者になるということだったんですが、これ様々な不審につながっている問題であり、約束の時間が何時だったんですかということをファンの皆さんがアミューズに問い合わせているところ、とにかく回答は拒否であると。これは言えると思うんですね。別に言って差し支えないと普通に私思うんですけど、回答は拒否と。そして、実際に亡くなられた、三浦氏が亡くなられたより前のタイミングで、まあ、百田氏がお悔やみの言葉を出したり、NHK 徳島が死亡の報道をしたり、何か本当にとんでもないこう隠蔽工作があったんじゃないですかと、まあ、このように、まあ、言われている大きな争点ですね。また、こちらは18日の6時49分の時点でドラマ監督の木村久志氏のインスタ投稿において今年最後のポパイの可能性がありと、最後という言葉がいわゆるお亡くなりになるみたいなことの含めての最後という意味があるんじゃないのと。ポパイというのは、ロケ弁の、店の、名前でございますけれども、これが、三浦氏が亡くなったことをすでに知っていたんではないですかと、だから最後と書いたんではないですかと、そういうように思える、人たちが、ドラマ関係者および芸能関係者にたくさんいるよという問題指摘ですね。また、こちら、監督の木村氏は7月18日の日付でもって、やりきったという、こういう、なんていうんですかね、色紙を出されているんですけれども、これドラマをやりきったという意味なのか、三浦氏が他殺であるということを知っていて発言したのか、なぜこの7月18日と、ドラマ関係者の中においては、この三浦氏が亡くなったという、非常に、センシティブな日に対して、このような発言をするのかと、ファンの気持ちを逆なでしていると、このような不審の声も上がっています。また、こちらは、寄付金に関するお金の問題ですね。2020年12月にアミューズは、AAA というプロジェクトの名称を改めましたと。これもともとアクトアゲインストエイズという風になっていたものを、アクトアゲインストエニシングという名前に改めましたよと。さらに、三浦春馬に関する弊社の利益や、三浦春馬、支援と称し、ラオフレンズ小児病院をはじめとするあらゆる、困難に立ち向かう人々の、寄付支援に充てさせていただきますと。このような、事前事業をやっていたんですが、アミューズは、基金の流れに、疑問を持っていた、三浦氏が、どうもこの基金の使い道等に、疑問を持っていたということなんですが、その三浦氏が亡くなって5ヶ月で、基金を支援に、変更をしたと。さらに、その三浦春馬支援というプロジェクトの中において、例えば、支援先のラオフレンズ病院で、1年間に使用される、医療サプライ一式を寄贈したというふうに発表していますが、この件についてもファンからの疑念の声が上がっていると。基金であるならば、本当は基金としてやって会計報告などもした方がいいよねと。実際に物品を送ることによって、物資で送ったことによってこれいくら使われたかわからないですよねと。また、これいくら実際に寄付なされていて収支の報告がどうなっているんですかと。
まさにこういうところを三浦春馬さんは、問題視してたじゃないですかと。三浦春馬さんが亡くなってさらに不透明になってないですかと。これ大丈夫ですかと。なんかこの辺で、まあ利権ですね。そういうボランティアを、食い物にした、利権というのは、現実世の中にあるわけですから、そういうケースになってませんかと、指摘に対して、アミューズは沈黙と、ランナーウェイと、報告はしないと。まあ、なのでまた、ファン激怒と。こう、どん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 、こう、不信と、怒りが、まあ、増していったわけですね。三浦氏は、この AAA というイベントで集めた寄付の先を、のラオフレンズ病院に何度も通い、子供たちと親睦を深めたが、寄付金が届いていなかったこと、また、まあ、この辺さらに、闇の話になってきますけれども、子供たちが行方不明になってるんではないかと、まあ、そういうような話も、あったと。不審に思い、独自に、まあ、この後ちょっと言いますけれども、ペドフェリアとか、アドレノクロムとか、クリントン財団みたいなことを、調べ始めていたという説が、ございます。この辺についてはかなり、まあ、陰謀論が濃いエリアになってきますけれども、ちょっとこれも一応後で、少しご説明させていただきます。で、三浦氏は日本が沈没しかねない、国民で一丸となられれば、などと、世を憂う、ツイートも、していたと。なんかあったんじゃないですかと。そんなアミューズはですね、安藤高春氏という、元警察庁長官を、社外取締役に天下りさせていますと。で、この人がなかなかの人なんですね。警察庁長官在任中に、行動会の弱体化なくして山口組の弱体化はないと、山口組の弱体化なくして暴力団の弱体化はないと、全国警察の本部長を務めた、集めた会議で、発言をしているんですが、しかし内情は、拳銃やらせ摘発事件というのを、首謀していたり、してしまった方でですね、こういう事件は、警察業界で、どうも何度もあったようなんですが、暴力団と結託してですね、暴力団から、拳銃を提供してもらって、まあ、でっち上げの検挙を、作ることによって、自分の、まあ、検挙点数を上げていったと。いや、で、裏では、暴力団とズブズブの関係だったと。まあ、こういうことがですね、安藤氏に対しては、まあ、暴露記事があるわけなんですが、まあ、そんな安藤氏がですね、アミューズの、取締役になりましたと。元警察トップで暴力団ともズブズブ、企業にとってもこれはもうどっちの面においても美味しい相手であると。まあ、なので、多額のお金を払って、まあ、いくらかまではわかりませんが、天下りをさせたと。超怪しげな、警察官僚の、安藤氏がこのアミューズに入っていると。まあ、大体こういう場合、何か刑事的なものを揉み消そうというために天下りさせるわけですね。またこの安藤さんはですね、元警察官僚の、安倍政権の ODA、利権みたいなことに、関係していたよというような指摘がございます。まあ ODA と政治家っていうのはまあ、どこまで違法かは置いといても、まあ、大体これを、自分たちの既得権益に使っているわけで、安倍政権の中においてですね、特にアジア方面の ODA で、まあ、既得権益、そこでなんか、汚職に近いことをやってたんじゃないですかという指摘は今まで様々なされてきたわけですが、そういうところにも、三浦春馬氏は、まあ、知ってしまい、暴露をしようとしていたんではないかと。まあ、今回もなんとなくうっすら出てきてしまった、安倍晋三さんでございます。まあ、長期政権だったわけですから、既得権益に関わることが多かったので、まあ、こうやって名前が出てくるわけではございますけれども、まあ、ちなみにあの桜を見る会みたいなものにも、アミューズさんは、まあ、非常によく関わっておられたようです。ここからはですね、さらにハードな陰謀論の、仮説になってまいりますので、陰謀論が苦手な方はちょっとこの辺で、今日の動画はやめにしておいていただいた方がいいかなと思います。はい。
それでは行ってみます。香川県瀬戸内海にある、アミューズの手島というところの保養所が、小児性愛者たちの、セレブが集まる日本版エプスタイン島であるということを三浦春馬さんが告発しようとしていたのではないかという仮説がございます。仮説ですよ。エプスタイン事件というのは、陰謀論業界では超有名な事件ですね。いわゆるトランプ氏の話なんかでも出てくる、ことでございますけども、トランプ氏が、小児性愛者と戦っているみたいな文脈でよく使われるあれですけれども、しかしこのエプスタインさんという人は現実にいらっしゃってですね、この彼は刑務所の中で不審死をいたしました。絶対に言ってはならないことを彼は知っていたんですね。それは間違いない。リトルセントジェームス島という、有罪判決を受けた、性犯罪者で、投資家の、ジェフリー・エプスタイン氏が、カリブ海のバージン諸島に所有していた島ですね。ここに、プライベートジェットで、要人が乗りつけて、小児性愛的な違法な行為をやっていたという説があるわけですね。しかしこれは荒唐無稽な話ではなく、一定、何らか行われていたことはおそらく事実だと思います。その闇がひどすぎて彼は、刑務所の中で不審死したと。ちなみにこのプライベートジェットのことを、一部ではロリータエクスプレスと、呼んだりするわけでございますけれども、はい、このあたりの情報につきましては、真偽不明のものも、ございます。その前提で、ご覧くださいと。ネット上とかで、様々、一部報道上も言われていること、ネット上で、推測されて言われることの合わせてですね、様々な要人がこのエプスタインさんに関わっていましたよということがございます。その中に例えばこのキアヌ・リーブスさんというのが入っていたりするんですが、いや、そのキアヌ・リーブスさんは、この手島になぜかいらっしゃっていると。たまたまかもしれませんけれども、ちょっと考えすぎかもしれませんけれども、でこの手島を調べている時にですね、不審死している人が何人か、この次のスライドで言いますけれども、そういうことに、三浦氏もこの手島保養所に、関係があったことは、事実なんですね。アミューズでこの手島保養所に関係することがですね、何らかものすごい大きなスキャンダルになるようなことを、知ってしまい、その問題の中で不審死したと、そういう説がございます。これは私なかなかのことだなと思うんですが、この手島についての、調査をしていた人の中でですね、市議会議員の、市川さんですね、はい、市川さんという方がですね、車の中で焼死したと。これ、一応自殺ということで、処理されているようなんですが、ちょっとなかなかこれ自殺に思えないよねっていう、死に方をなされた方が、この手島の、調査をされていたと。また、この畑さんはですね、2020年の12月に、コロナで死亡されたというふうに言われている、この畑さんも、この問題に関係していたというような話がございます。三浦春馬氏も含めてこの話題に触れる芸能人が次々と謎の死を遂げるんだと。一説によると、クローゼットの中に多数自殺した関係者がいるよっていうような人たちも、どうもこの手島の問題に関係していた人もいるよと、そういうふうに、言われている事件でございます。これに関してはかなりちょっと陰謀論が、濃い話にはなってまいります。この日本版エプスタイン島の話は、ちょっと想像が膨らみすぎている感もありますけれども、しかし冷静なところに立ち返って、アミューズが三浦氏の死亡に関して答えたくない情報があるようには、私、いろいろ教えてもらい、調査して結果そう思います。つまり、最低その点において、三浦氏の死亡は不審死であると、
いうことままでは、私もそのように思います。まあ、今回私が、この動画を解説で出させていただきましたのは、私もずっとおじいちゃんの代から CIA と、まあ、こういうことを、政治的問題として、言ってきた身からするとですね、つまり CIA というところはですね、まあ、諜報部門ですね、世の中の闇を扱うようなこういう人たちっていうのはですね、まあ、場合によっては既得権益を守るために人を、することがあるという、まあ、そういう可能性は、否定してはいけないよと、そのように思う、三浦春馬事件でございます。まあ、私何度も取り上げましたけれども、まあ、こちら民主党の方ですけれども、石井紘基さんと、彼は、国の会計の闇の中枢にある特別会計の問題を追及中に、刺し殺されてしまったと。これどう考えても権力者に都合が悪かったんだよねと、こういうような事件がございます。こういうことをやる勢力は世の中にありますので、まあ単純にいやいやそんな陰謀論だろと、簡単に片付けるべきではないと思いますし、まあなかなか今となって、じゃあ新しい証拠を見つけていくということも困難だと思いますが、不審死に関して興味を持たれている方々はですね、まあ、活動を続けられているので、それはそれでぜひ、まあ、続けていくべきではあるだろうと、そのように思っております。はい。で、この三浦春馬デモ行進なるものが、定期的に行われているということで、私もまあ、ご案内をいただきまして、すいません、もうこれ明日になってしまっているんですが、9月3日土曜日、にですね、横浜で、12時半、JR 桜木町の駅集合と、この場所ですね、この場所に集合しての、デモ行進であると、いうことが、企画をされています。ちょっと私も、まあ、多分行けると思って一回、まあ、まず行ってみたいなと、いろんな面で交流を持たせていただいておりますので、まあ、テーマは違ってもですね、いろんなテーマをやってる人が、まあ、何かの縁で、こう、協力していくということは、私大事だと思っておりまして、まあ、なかなかデモ行進を企画運営する大変さというのを私も知っておりますので、まあ、ちょっとすいません。もし万が一行けなかったらごめんなさい。私も、行きたい方向で明日ではございますけれども、調整しております。この、デモ行進も、三浦春馬問題にご興味がある方はぜひ参加してみてください。はい、はい。本日の解説は以上でございます。こちらは、9月10日、さよなら統一教会本部前でも、もう何度も何度も告知いたしましたけれども、ぜひこちらの、デモ行進に関しまして、非常に今世の中で重要なテーマでございますので、ぜひともご参加いただけますようよろしくお願い申し上げます。初めて見た方はちょっと一時停止してご覧になってみてください。お願いいたします。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンを押していただいても動画がたくさん拡散されて嬉しいです。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで、黒川敦彦でございました。嫌だと言おう、合同結婚式。嫌だと言おう、とっとと出て行け、旧統一教会。嫌だと言おう。